こんにちは。秋田弁クラブです。昭和時代の秋田弁を紹介します。今回は、けいく、このように使っていた、です。世界一短いともされる秋田弁の会話、けいく、食べて食べるよという会話ですが、日常会話の中では実際どのように使われていたのでしょうか。そこで今回は、けいくの日常会話の例として、一つは食事時の親子の会話、もう一つは大人の相手との会話を紹介します。まずはじめに食事時の親子の会話の例です。以下は私が生まれ育った昭和時代の秋田県北部の親子の会話の例です。母親がご飯食べるよ、こっち来なさいというのに対して子供が、そう、今行くよという返事した時の秋田弁では、ママ来よ、こっち来、んだ、今行くという感じです。そこに座りなさい。今日のおかずは何かな？ワカサギの天ぷらとシラウオとシジミ汁だよ。という会話に対する秋田弁は、そさねまれ、今日は何だべ、地下の天ぷらどう、白いおどう、新鮮むけこだ。朝方にいつも自転車に魚積んで売りに来る人がいるね。あの人から買ったよ。八郎まで取れたものだ。という会話は、次のような感じになります。朝間にいつも自転車さ魚積んで売りに来る人がいて、あの人から買ったた。八郎まで取れたやつだ。そしたら食べなさい。うん、食べるよ。しじみ汁熱いから気をつけなさい。わかった。という会話は、ひばけ、うん、く、しじみ結構熱いから気つけれ、うん。おいしい、いっぱい食べなさい。うん、おいしいよ、いっぱい食べてるよ。そう、よかったね。という会話は、目が一匹。うん、目一匹てら。だが、いがったな。腹いっぱいになった？うん、いっぱいになった。もうおしまいでいいの？うん、いいよ。という会話は、腹強くなったか？うん、強くなった。あといいか？うん、いい。そしたら茶碗を台所に片付けて、しじみ貝の殻はあそこに捨てなさい。日は茶碗粉をみんじゃんどこさ片付けて、しじみけこの体はあこさ投げれ。次は大人の間での会話を紹介します。毛は食べてや食べなさいというどちらかというと命令状になるので、同等以上の人には使いませんでした。同等の間柄での会話は次のような感じになります。まあ食べてみて、そしたら食べさせてもらうね、というのに対しての秋田弁は、まんず食ってみできれ、うん、ひばかひでもらう。次はお客に食事を出す時の会話です。大した料理でないけど、どうぞ食べてみてください。そしたら食べさせてもらいます。申し訳ありませんね。というのに対する秋田弁は、何もなったでもまんずまあ食ってみできねえすか。ひばかひでもらうす。悪っすね。超短い会話として知られている秋田弁のけく、食べて食べるよという意味ですが、会話としてはけくだけでも意味は通じますが、これだけでは気持ちがこもりません。したがって日常の会話としては、相手に応じて気持ちが伝わる言葉も多少加えて使います。その中でもよく使われている最も短い会話の代表例は、次のような親子の会話でしょう。け、うん、く、うんが入ることによって気持ちが伝わるようになります。はい、以上です。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは秋田弁で種々のテーマ話題にトライしてみます。
よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。